を行っている1979年にナイトの称号を得ている1925年11月17日オーストラリア人の両親のもとにニューヨーク州スケネクタディで生まれたオーストラリア音楽の父と呼ばれるユダヤ系作曲家アイザック・ネイんの子孫にあたる2歳の時に両親と共にオーストラリアのシドニーへ移った ニューサウスウェールズ音楽院で応えを学び、1943年からシドニー公共楽団の主席応え奏者を務めるが、式に興味を持ち、1946年にイギリスに渡り、翌1947年から1年間プラハに留学して、バーツラフターリヒに式を学んだ。1948年にイギリスに戻り、サドラーズウェールズオペラで、 ヨハンシュトラウス2世のコウモリを指揮し、指揮者としてデビューしている。1953年まで7年間、このオペラを指揮した。この間の1951年4月10日に、ヤナーチェクのカーチャ・カバノバーのイギリス初演を行い注目を集めた。これは同時に、ヤナーチェクのオペラのイギリス初演でもあった。1954年から1956年には、 BBC コンサート還元楽団の主席指揮者を務めている。1963年に、ショスタコービチのカテリーナ・イズマイロバでコベントガーデン王立歌劇場にデビューを果たしている。1966年から1970年に、ハンブルク国立歌劇場の第一指揮者。1970年から1977年に、 サドラーズ・ウェルズ・オペラの音楽監督を歴任した。1978年にヤナーチェクショー、1979年にナイトの称号を受けている。1979年から BBC 交響楽団の主席客演指揮者、1981年からはシドニー交響楽団の主席指揮者にもなっている。 1986年から1992年まで、ウェールズナショナルオペラの音楽監督を務める。1992年以後は、スコティッシュ室内管弦楽団の、1993年からは、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団及び、サンフランシスコオペラの主席客演指揮者も務めている。この間、1996年から1997年のシーズンには、 チェコフィルハーモニー還元楽団の主席客演識者を務めた。イギリスのフィルハーモニア還元楽団の主席客演識者でもあった。ヨーク大学やチェコブルノのマサリク大学をはじめとする多くの大学から名誉博士号を授与されている。マッケラスのレパートリーはバッハからエリオット・カーターまでをカバーする大変幅広いものであるが、 彼の名を一躍有名にしたのが1976年から始まるヤナーチェクのオペラ録音である。それまでにも1951年にカーチャ・カバノバー、1964年マクロプロス事件、1965年死者の家からのイギリス初演をそれぞれ言っており、ヤナーチェクのエキスパートであった。ヤナーチェクのオペラは発話旋律と呼ばれる、 ョ昌風のスタイルが特徴で、その音楽がテキストである、チェコ語と、あまりに密接な関係にあるため、他国の指揮者がこれを指揮するのは困難と言われる。しかし、マッケラスは1年間のチェコでの留学経験を活かし、さらにはチェコ語を習得しており、カーチャカバノバーの録音の際には歌手たちにチェコ語で指示を出して驚かせたというエピソードもある。 こうした演奏活動や録音は、マッケラスの名を知らしめたばかりでなく、それまで録音に恵まれなかった、ヤナーチェクの再発見につながったのである。アーサー・サリバンの演奏でも知られ、オペレッタから抜粋した、組曲、パイナップル・ポールを編曲し、楽譜が消失していたチェロ競争曲に蝶々の復元、演奏もいった。ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団を指揮した。 コダー・イゾルターン作曲のハンガリー民謡、クジャクはトンダによる、変奏曲のライブ録音等の音源も知られる。2010年7月14日、イギリスのロンドンでガンのため死去した。84歳没。ありがとうございます。